11月9日火曜日、せーの、あーいやいや。さあみんな、今日11月9日はね、いい空気の日なんだって。ということで、体いっぱいに新たな空気吸ってリスタート、お出かけ準備って感じで、みんな準備していこうぜ。さあ、そしてこちらです、せーの、あー。今日のおはスタイムは7時20分頃。画面右上に表示されているハッシュタグの準備も忘れずに。さらに先週に引き続き、ミラが挑戦中のモデルデビュー2に向かでは、最後にスペシャルなプレゼントもあるから、みんな絶対にチェックしてね。楽しみだぜ。さあ、というわけで、まずはお頭の気になることを徹底調査しちゃうこのコーナーから、せーの、おはスタイム調査隊。よっしゃ。今回の依頼はこちら。苦手な君も大丈夫、牛乳を美味しく飲む方法とは。はい、調査依頼をくれたおはともつながってるぞ。こちら、神奈川県のゆうまくん、あんなちゃん、しおりちゃん、おーはーい、おーはーい、元気元気、よろしく。あんなちゃん、改めて依頼内容を教えてくれるかな。牛乳の味と匂いが苦手なので、美味しく飲める方法が知りたいです。わあ、そっか、牛乳が苦手なんだね。よし、それじゃね、任してちょうだい。はい、アンナちゃん、どうやったら苦手な牛乳が飲めるようになると思う？予想聞かせて。キンキンにすれば飲みやすく飲めると思います。キンキンに冷やせば飲みやすいもんね。うまそうだね。実はね、今回アンナちゃんと同じく牛乳が苦手なリナが頑張って調査してきてくれましたな。はい、頑張りました。よし、それじゃあ VTR 行ってみよう。牛乳に混ぜると美味しいと巷で話題の食材を用意。いや、まだ匂いじゃないですか。味も苦手です。牛乳嫌いのリナでも飲めるのか飲めないのかを仕分け。それが牛乳美味しく仕分けた。この機会にちょっと牛乳飲めたらいいなと思います。一個でもね、あるやつがあったらいいね。まずは牛乳に麦茶。そのお味は豆乳だ。麦茶牛乳、リナは飲める、飲めない。これ絶対無理です。なんと味わう前に匂いでアウト。ということで、麦茶牛乳は飲めないに仕分け。さあ、続いては抹茶。その香りで牛乳特有の匂いが打ち消されるというが、リーナにはあまり効果がなかったみたい。さあさあ、続いてはリンゴ酢と蜂蜜。蜂蜜は感じそうだけど、これちょっとリンゴ酢のせいで無理かもしれない。リンゴ酢じゃないか。続くガムシロップもダメ。なんと検証スタートからまさかの4連続飲めない。迎えた5品目はサイダー。お、匂いの時点ではもう花丸です。うわ、ちょっとじゃあ、もうちょっと行ってみる。サイダーですね、それ飲んでんの。サイダーのシュワシュワ感もちょっと残ってたり、牛乳もちょっと味が若干残ってたりとか、ギリギリ飲める。ギリギリ飲める。いいじゃないですか。なんとここで美味しく飲める食材を発見。サイダー。するとここから、普通に美味しいかもしれない。美味しい。美味しい。飲める。飲める。怒涛の飲める食材ラッシュ。続いてはヨーグルトと砂糖。飲める食材は増えるのか。タイプ君の評価は？大好きよ。美味しそうだね。砂糖山のあるから飲みやすかった。10点満点中6億点ぐらい。すげえ。大工くんの一押し。しかし、キーラの口には合わず飲めないに仕分け。そして迎えた最後の食材はきな粉と砂糖。あれ？めっちゃいいですこれ。めっちゃいい。おいしい。おいしい。やった。ということで、
きな粉と砂糖が初の美味しいを獲得。私が嫌いな匂いと味がもう両方このきな粉と砂糖によって消されて、ね、でもラブ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 出ました。ということでリナの仕分けた牛乳が美味しく飲めるようになる食材はこちらの5つ。牛乳が苦手なおはどももぜひ試してみてくれよな。いや美味しそうだったね、あのきな粉の、はい、ね、さあ牛乳が苦手なリナ、あれはどう、美味しく感じた？はい、すごい美味しかったです。私はきな粉が好きなので、おはともみんなも自分が好きな食材と混ぜると美味しくなると思います。ちなみにね、アンナちゃん牛乳に混ぜたら飲めそうなもんあったかな？あった、ヨーグルトと砂糖です。おお、マジで商品化できるレベルで。ほんと大輝くん6本点出てた、マジで、うん、じゃあぜひやってみてください。さあというわけで調査依頼をくれたゆうまくん、アンナちゃん、しおりちゃん、どうもありがとう。Thank you very much! よいしょ。続いてはおはスタゲーム決勝。前回時間が全然足りなかったリナ、果たして制限時間1時間以内にミッションクリアできたのか。おはスタゲーム決勝、通称 OGA。火曜メンバーが秘密裏に活動するこのゲーム集団には様々なゲームミッションが寄せられる。何？前回に引き続き任天堂スイッチ用ソフトモデルデビュー2ニコラに挑戦。リナへのミッションは1時間以内にフォロワー数3万人を達成しドラマ出演を目指せ。このゲームはモデルとしてテーマに沿ったコーディネートをすることでフォロワー数がどんどん増えていく。4月からストーリーが始まり、8月までにフォロワー数3万人を超えるとドラマ出演の依頼が来るんだ。現在5月中旬まで進み、フォロワー数は1万人を突破。しかし、あの今25分が経過しました、はい、ペースが激ヤバです。じゃあ激頑張ります。激頑張れ。残り35分でフォロワー数を2万人増やし、ドラマ出演の仕事をゲットできるのか。なんか焦れば焦るほどなかなか決まらなくなってくる。そうなんです。焦るなリナ。手こずっているのは韓国系のコーデだが、リナは韓国系がいまいちよくわからない。そこでこれ私いつものやつです。これいつものやつ。一か八か、普段自分が着るような服で挑んだところ、パーフェクト。次は新しいお仕事、髪型を選ぶお仕事ですね。ゲームが進むと服だけではなく髪型を選ぶお仕事も。ちょっと私の憧れのロング系で。パーフェクト、素晴らしい。パーフェクト来ました。5月が終わって6月になります。はい、はい、そしてここで35分が経過しました。はい、ちょっといける気がしてきました。いける気がしてきたね。さあここでリナが暴走。お金いっぱいあるんで、うん、見てください。お財布が25万。すごい。あれだね、リナ。ファッションビル行っちゃおうかな。ファッションビル。ファッションビルはお仕事でもらったお金を使い、好きなアイテムを買い足すことが可能。めっちゃいい。待って、やばい、全部買いたい。ここぞとばかりに好きな服を爆買いし、ご満悦のリナ。大丈夫？あ。かわいい。大丈夫？1時間以内にあのフォロワー3万人終わんなくなっちゃうよ。やばいやばいやばい。慌ててお仕事に戻るリナ。いろいろトッピングしたい気持ちはわかるけど、早くゲームを進めなきゃ。ここで6月が終わり、7月あと1ヶ月になりました、はい、なんとここで残り10分です。解剖なんかしてる暇がなかったですね。テーマはフルーツ柄&カラフルコーデ。結果は、おー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 、なんと、あ、お、え、3万人フォロワー突破しました。やった。あとは8月までゲームを進めてドラマ出演のお仕事を受ければミッションクリアだが、時間内に8月にたどり着けるのか。チャレンジはまだまだ続くけど、コウタのモデルウォーキングカモン。
え、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。えー、めっちゃかっこいいじゃん。じゃあ12月号は憧れのコミックマーカーがついに登場。おしゃれなイラストが簡単に描けちゃう。さらにカラーリングブックや大人気作の読み切りも12月号発売中。この図鑑はね、演奏できちゃうよ。ゲームや歌がいっぱいだ。タッチペンで音が聞ける初めて図鑑1000英語付きプレゼントにも。ドラえもんラーニングパソコン、楽しいプログラミング学習や本格的なパソコン操作、探検にも対応。成長に合わせて長く学べるドラえもんラーニングパソコン。ウルトラマンフュージョンファイト、ビヨンドジェネレーションズ。カードをセレクト、光を得たトリガーと闇のトリガーがついに覚醒する。シークレットカードも登場、好評稼働中。8月にたどり着けるのか、あと1コーデ。最後のテーマはイラストがついたトップスのコーデだが、残り2分です。みんなイラストを早く見つけましょう。え、イラストって何ですかこれ。イラストって何ですか。すごいなんか哲学みたい。急いで。イラスト間に合うのか。残り1分。おー、でもいいんじゃない。残り1分です。急いで仕事もらえるのかこっから。お願いします。なんとか8月にたどり着いた。果たして、お、はい、テレビのお仕事。お、あれがまさかドラマのお仕事ですね。ドラマの、やった。恋愛ドラマへの出演が決定。ミッションクリア。リナお疲れ様。ゲームの後はエクササイズでリフレッシュだ。最高じゃん。さあ姿勢を正すエクササイズだ。手と膝で体を支えたら、まず背中を丸め込んで猫のポーズで5秒キープ。次に逆に背骨を反って犬のポーズだ。これを繰り返すことで背骨周りの筋肉が緩まり、姿勢がピンとなるぞ。これでミッションコンプリート。いいな、クリア、おめでとう。さあそしてなんとね、今回リナが作ったこちらの3つのコーデをおはとものみんなにプレゼントしちゃいますよ。詳しくはおはとのホームページをチェックしてください。よろしく。謎解キングダムの後はオハスタイム。みんなスマホの準備だ。みんなのごちそうステージ、ホテルポーク絶好戦です。ホテルポーク、ソーセージ界のカリスマ、ホテルアラブ。お腹空いた。今何時？ソーセージ、僕たちごちそうステージ。ごちそうステージはホテルアラブ。マイマイマイユネキュー。みんなのごちそうステージ、ホテルポーク出席になります。マイヤさん、はい、アラビキ、ガブリエ、ホテルアラブ。私ここだ、ホテルアラブ。え、何時だと思ってる。ソーセージ、ごちそうステージはご手洗っぽう。マイマイマイユネキュー。ガンホー先生、こちらを。分かってるじゃないか。はい。これは私だけ悪い。いえ、全国民にプレゼントです。なんだと。パズドラ大感謝祭、別ゲンモンスター。お納めください。パズドラガンホー。パズドラで日本を幸せに。はい、試します。何のこれ式パズドラコラボ開催中。今日のお天気です。関東は昼頃まで雨足の強まる時間があるでしょう。最高気温は福岡で17度、東京は20度です。以上お天気でした。ありがとうな。おはとものみんな、さあ一緒に行こう。謎とキングダム。謎解き選手権に出場するため、謎解き道場で修行中の松丸くんたち。昨日は頑張るタイプだったね。今日はどんな修行だろう。今日は組み立てタイプを解く力を試そう。組み立てこのタイプの謎解きは分かるところから一つずつ確かめていこう。
もしも〇〇ならと仮定してみることも大事だぞ。分かるところから一つずつですね。分かった、行きましょう。レオドッチの組み立てタイプの謎解きが解ければ裁判官に向いているかもしれないよ。オハドモのみんなも頑張ろう。頑張ろう。お菓子をつまみ食いした犯人を一匹見つけよう。ただし犯人だけ嘘をついているぞ。みんな力を貸して。よし、みんな一緒に解こう。3匹の言ってること、つまりこういうことだよね。この中の1匹が嘘を言っているから。ウサギと猫が同じこと言ってるから犬じゃない？ウサギが食べたって。まあでも全部。さあ洗濯の時だ。残り時間待つか。犬じゃないですか？犬だと思う。リナ、はい、2人その中で犬だけ違うことを言ってるね。だから嘘をついている犯人は犬だ。よし、謎解きクリア。一つ分かると次のヒントも見え、答えまでたどり着けるぞ。これが極意じゃ。仙人ありがとうございます。物事の流れをつかみ答えまでたどり着ける力を身につけた松丸くんたち、明日の修行も楽しみだ。さあここでお待ちかね、今日のハッシュタグおはしタイム。この後リナがポージング、それを撮影してツイッターにアップしたら、抽選で1名様に今日リナが挑戦したモデルデビュー2ニコラのソフトとオハスタメンバーサイン入りパネルをプレゼント。わっしゃ。さあ制限時間は5秒。それではシャタシャンススタート。わあすごい、リナが作ったアバターだね。コーチ完璧。さあゲームのアバターと合わせてリナが4人もいたね。さあではね、今撮った写真を朝8時までにツイッターにアップしてちょうだい。今出てるこの文字のタグ付けも忘れないようにね。この後はアニメ神さん神さんです。リナの写真ツイートしようと。ありがとうございます。パおすいもの、今日は炊き込みご飯出番ですよ。はい、相性もぴったり。あ、松茸の香り。松茸の味、お吸い物、長谷園。パンダ、あったかいよ。ぽっかぽか。ぽっかぽか。ぽっかぽかパンダ、プレゼント。長谷園で当たります。ぽかぽか。名探偵コナンゼミ。コナンのアニメを楽しみながら、謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。お座り、お座り、お座り。毎日のことだけど誰か。あると嬉しいお茶漬け。お、できるじゃん。長谷園のお茶漬け。ほらほら、煮込みラーメンだ。イエーイ。ラーメン、野菜、煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。美味しい。うまい。長谷園の煮込みラーメン。ねえ、来週が、ね、待ちきれないね。さあということでね、今日はね、アンナちゃんの苦手な牛乳を美味しく飲む方法を調査したけど、ゆうまくんは苦手なものある？ナスとトマトです。いや、そっか、やっぱね、嫌いなものを前にするとナスすべなくて戸惑うよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
なんかいいことあったの？これからいいことがあるの。そうだね、今日も聞いたテレビから楽しい一日を始めよう。スタート。バニランに誕生日パーティーの招待状が届いたよ。フランシスコミントの15世より。アイスクリームタウンの皇帝、王様ってこと？ドキドキする。兄弟がいっぱい。どの子がフランシスコ・ミントン15世かな。こんにちは、フランシスコ・ミントン15世。我が輩は89世である。あなたが15世。我が輩は34世である。我が輩は11世である。56世である。74世である。25世である。98世である。我が輩たち、みんなの誕生日を祝うのである。ハッピーバースデーである。ミント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 どうしたのである？ごめんね、誕生日プレゼント一つしか用意してなくて。大丈夫である。うわー、すごい。バニラ、ありがとうである。お友達になれて嬉しいのである。お誕生日おめでとう。楽しいお誕生日会になってよかったね。でも結局誰がフランシスコ・ミントン15世だったんだろう。今日も元気にハバーアイステー。駆け抜けてゆく道の先は空っぽで何も見えない。だけど進むだから歌う精一杯のない世界で、たった一つ前世と現